男子プロバスケットボール選手、京都府出身、ポジションは PG、SG、身長189センチメートル、体重80キログラム。日本の B1 リーグの新州ブレイブオーリアーズに所属している。背番号77関東大学バスケ一部に属する特色大学を中退し、20歳でプロ契約した選手。独特のマアイで。 相手の逆を取り抜け出すドライブ、中長距離の正確なシュートを持ち、将来の代表を目指し得る日本人選手。バスケットボール選手だった父と兄の影響で、小学校2年生の時にバスケを始める。当初は掛け持ちしていた野球が中心の生活で、バスケは遊び感覚でプレーしていたが、4年生の時に肩を怪我した影響で野球をやめ、バスケ一本に絞った。 進学した地元の中学校は部員の数が少なく5対校をやるのにも苦労した。地元京都の東山高校に進むと岡田のバスケットボールセンスが開花。東山は攻撃的なバスケットを掲げるチームであり、特にハーフコートフェンスにこだわりを持つ。岡田のプレーは東山のスタイルにはまり、バスケットボールについての知識も飛躍的に増えていった。2年時、 東山は全国でも屈指の強豪である洛南高校に初めて勝利し、地元の京都で開催されたインターハイでベスト4。翌年は首相としてチームを率い、ウィンターカップで準優勝を達成。得点王にも輝いたが、決勝はあと一歩のところで福岡第一高校に敗れた。関東大学リーグ一部の拓殖大学に進学すると、 一年次から試合に出場して、チームの関東大学リーグ制覇に貢献。インカレでは4連覇を目前にした筑波大学と準決勝で対戦。岡田自身もスタメンで40分フルで出場。21得点に加え、筑波大キャプテンの青木をファウルアウトに追い込むなど活躍を見せた。大学レベルのフィジカルにも適応し、2年目に入って得点力はさらに増していた。 新人戦では準決勝で優勝大本命の東海大学と激突。圧倒的な選手層を誇る東海大学相手に苦戦するも見事勝利。決勝でもホームで勢いに乗る日本体育大学を撃破。見事26年ぶりの優勝に導いた。岡田自身も優秀選手賞を獲得。続くリーグ戦でも拓殖大の活躍が期待されていた。しかし、リーグ戦の直前に 岡田と双壁となっていた外国人選手がアメリカ行きを決めて退部。リーグ戦ではやはり苦戦が続く。岡田自身もコンスタントに30点を出すなど、奮闘するもなかなか勝ち星をつかめなかった。大白王大学戦では一人で58得点を上げるなど周囲を驚かせるもその試合も勝つことはできなかった。その後、岡田は大学を中退。2018年11月。 特別指定選手として B1 リーグの競合シーホース三河に入団した11月16日の名古屋 D 戦で初得点2019年新人王に選ばれる2020から2021シーズンは富山グラウジーズでプレースタメンとして活躍した岡田選手のおかげもあってグラウジーズとしては初めての CS 勝利 おつかみ取った2020から2021のトップ後にも、選ばれた2021年からは、新州ブレイブウォリアーズでプレーしている。2018アジアパシフィック大学バスケットボールチャレンジ。ありがとうございます。